中国は1990年代から人民解放軍が主導して宇宙開発を本格化させ、ロケット開発や月探査、宇宙ステーション開発などの計画を推進、技術力を向上させている。高解像度の地球観測衛星タカルンや独自の衛星利用測位システム GPS 北斗の開発にも意欲的で、欧米各国では軍事利用や影響力拡大への警戒感が強い。世界各国、特に発展途上国と技術開発の成果を共有したい。中国有人宇宙プロジェクト弁公室幹部は14日の記者会見で、2022年頃の完成を目指す宇宙ステーションを各国の研究者らにも開放、国際貢献を果たす姿勢を示した。中国は今年6月、国連宇宙部とステーションの利用機会の提供で合意した。飛行士の受け入れや中国の資金支援などが盛り込まれており、宇宙空間での存在感を高めたり、新たな外交カードにしたりする狙いがあるとの見方が出ている。